まあ、とにかく中国でね、今大変なことが起きているわけです。まあ、日本がね、処理水を放出したということで、中国政府はこれに前から反対をしていたわけなんですけど、日本はこれをね、まあ、実行したということで、まあ、中国政府、近平ですね、近平がぶち切れて、日本に対していろいろな嫌がらせを始めています。で、この民衆が勝手にね、カーッとなって、反日のなんか機運が高まっているのではなくて、明らかに今回はね、明らかに政府が主導して煽ってるわけですよ。どんな 形で煽ってるかというと中国も ものすごい大量の日本を上回るトリチウムを毎年ね海洋放出しているということは一言も触れずに人民には伝えずにですね日本が、えー、事故を起こした原発の、えー、放射性物質を人類共通の宝である海にね不法投棄していると核汚染物質を垂れ流すとこういうことを言うわけですよね国民に対してそうすると国民は何も知らないからえそうなのかと核汚染物質を日本が垂れ流すのかでふざけんなとねって言って中国人民が うわーっとなって日本人学校に投石ですよ学校って子供がいるんですからねそこに投石それから罵詈雑言の落書きがあったりとかですねもう日本のあちこっちにねもうものすごい量のいたずら電話とか嫌がらせ電話が中国からかかってくるというねとんでもないことが起きてるわけですしかもねこの9月かつてね漁船衝突事件がありましたけどもあの時9月っていうのが半日の季節なんですよ。湖事件とか とか、まあ、いくつか重なってですねちょっと9月っていうのは反日イベントがたくさんあるんですよそこでうわーって一気にですね登っていく可能性があるということ見てください「金、えー、平政権処理水抗議を黙認」そして9月反日の季節、えー、緊張続く日本大使館にレンガ片が投げ込まれてるんですよ日本人学校に投石ですからねひどいもんでただの嫌がらせじゃねう犯罪もいいとこですよ子供に当たったらどうするんだって話ですよね 東京電力に迷惑電話6000件ですよひどいもんですね中国語や自動音声福島県以外も多数もう自民党ではねもう中国との関係見直した方がいいんじゃないかっていう声が出ていますチャイナリスク鮮明にと今更気づいたのかバカじゃないのって話ですけどねチャイナリスクなんていうのはもう昔から言われてることで漁船衝突事件の時からずっとそうでしたよねあの時反日暴動とかひどかったじゃないですかそれでまあ多少関係が良くなって、えー 喉元過ぎれば暑さ忘れたんですか、えー、チャイナリスクというものをね、えー、もう何度も見ているのにここで来て急に関係見直しって遅いだろうって感じですけどもねまあ読みますよ当然福島第一原発処理水の海洋放出開始後中国の反発がエスカレートしている放出とは無関係な日本の個人団体に中国から迷惑電話が相次ぎ在中国日本大使館にレンガ片が投げ込まれる嫌がらせも発生2012年に尖閣諸島の国有化を受けて中国各地で 起きたような反日デモは確認されていないが9月は反日気運が盛り上がりやすい歴史関連の記念日が控えており緊張が続くもしもしなんで核汚染水を海に流した中国の SNS では中国人の若者が中国語と日本語を交えて日本に抗議電話をかける動画が多数投稿されている食事をしながら電話をかけているものもおり抗議というより嫌がらせ目的のようだ SNS では日本製品の不買呼びかけや日本がすぐに消えう 中国の SNS は当局が厳しく管理しており近平が容認している形24日には北京にある在中国日本大使館の敷地内にレンガ片が投げ込まれたほか山東省青島の日本人学校に中国人が石を投げ込んで公安当局に拘束された25日は江蘇省蘇州の日本人学校で卵が投げ込まれていたのが見つかったいずれも人的被害は確認されていない中国外務省の王文 報道官は28日こうした嫌がらせに関して中国は外国人の安全を一貫して守っていると主張日本は核汚染水の海洋放出を直ちにやめるべきだと改めて求めた9月は3日に抗日戦争を勝利18日に満州事変の発端となった龍浄湖事件の記念日がある12年の反日デモは龍浄湖事件記念日がピークになって少なくとも125都市に抗議デモが広がったただ大規模な反日デモは一度火がつけば中国政府に矛先が転じること こともありうるため、近辺も慎重に管理するとみられる。まあね、あん時ひどかったですよね。で、結局ね。今中国。 いいいろいろやばいわけですよ特にやばいのは経済が破綻するんじゃないかかつて日本がねまみえたような、えー、バブルの崩壊、えー、もしくはねリーマンショックみたいなものが起きるんじゃないかってもうギリギリの攻防なんですよね恒大集団が48兆円の負債を抱えてね債務超過十何兆円十八兆円だったかなそれからあと広大に続く別の、ね、不動産会社がまたなんかデフォルトに陥るんじゃないかっていうことでもうちょっとこれ一 一歩間違ったらもう一気に、えー、リーマンの、うん、再来と中国初の世界の経済の混乱が起きるんじゃないかというね、まあ、そういうギリギリの攻防の中でですねまあ少しでもこう国民というか人民のガス抜きというかね政府に対する批判の目を外に向けさせるっていうね、まあ、大体いつもこうですよ中国はね。国、えー、国内で何かあると日本ををを悪者ににして矛先を、まあ、国民の視線をそっちにそらすそのために 日本が使われてえらい迷惑ですよねですからまあ最初からこれをネタにちょっと日本反日で盛り上がるというつもりで、まあ、意図してこういう方向に中国が持ち込んでると思うんですけどもねで嫌がらせ電話がどんな状況なのかこの先もちょっと読んでいきましょう東電は28日福島第一原発処理水放出を始めた24日から27日の間中国発信の電話が6,000件以上かかってきていると明らかにしたまた福島市の施設などへの電話も計770件以上に上ったほか 他県の施設にも同様の電話が相次いでいる福島市によると市役所の代表などに24から27日にかかってきた中国発信の迷惑電話は584件市内の小中学校や公共施設には186件電話に出ると片言の日本語を話した後中国語と思われる言語で一方的に話すケースや自動音声が流れるものなどがあった中国語ができる職員が取った電話では処理水をなんでみんなの海に流すのかと話したという福島市で飲食 店を営む男性の店には27日未明の2分間で9回の着信があった男性は電話に気づかなかったが店のホームページに電話番号を載せるのに抵抗はなかったが今後は公開方法を考えないとと話した一方原発から200キロ以上離れた東京都江戸川区の公共施設区総合文化センターには24日午後から海外からの迷惑電話が殺到担当者は28日までに数千件はかかってきていると困惑した様子で話す千代田区にも28日までに約1000件の電話があったこの 他岩手県久慈市の水族館モグランピアにも25日以降複数回にわたって中国の国番号86から始まる電話番号からの着信があったほか宮城県白石市の観光施設、えー、宮城座王狐村でも中国からの迷惑電話があり従業員が対応に苦慮しているバカや死ねえなどの暴言もあったというと。というかこれさ本当に野蛮な行為ですよねこれね野蛮にもほどがありますよ。そういういことは日本人 しないですからねまあ実に野蛮ですねこれねもう昔からこれ繰り返してきてるんで。何かあると日本人に対するね嫌がらせとかそれがね通州事件なんて虐殺ですからね,ね猟奇的な殺人ですよ何百人もそれがですね中国に対するね日本人の気持ちを逆ですることにも繋がったわけなんですけどもねまあ、通州事件なんかほんとひどかったんですからねもうもう変わんないですね昔から同じことを繰り返してるわけですけれどもまあ日本はそう そういうことはしませんよ。中国に対してね。まあ、どんなね、反感を抱こうが、こういうバカなことはしませんからね。武田つにチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして、誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田つにチャンネルでは、毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。